はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。ということで今回はですね、サロン向け集客コンサルタントがわずか120日で180万円売り上げた方ということについてですね、武井さんにいろいろお話を伺っていきたいなと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい、お願いいたします。ということで、今回ですね、まあ、ご出演いただいている、こちらの方は、サロン向けに今集客コンサルタントをですねされていらっしゃる、武井由香子さんですね、方なんですけれども、由香子さんは今、どちらの地域でご活動されていらっしゃる感じでしょうか。住んでいるところは長野県です。長野県、はい、なるほどですね。僕もなんか昔結構あのスキーとかスノボしにね、長野県とか結構行ったことあるんですけれども、はい、いいですね。やったことないんですよ。あ、何ですか。スキーとかやったことないんです。あ、そうなんですね。めっちゃいいですよ、長野県。あと野沢温泉とかもね、僕去年行ってきたんですけども、はい、その長野県でご活動されている、由香子さん、もしや差し支えなければ今なんかご年齢とか教えていても大丈夫でしょうか。46歳になります。46歳で、かしこまりました。で、現在はサロン向け集客コンサルタントをされていらっしゃるということですね。はい、集客コンサルト、はい、ありがとうございます。で、まず最初にちょっとお伺いしたいのが、まあ、我々のまずアカデミーになんかご入学いただいたきっかけっていうところで、まあ、なんか集客を教えてるスクールとかコンサルっていっぱいあると思うんですけど、まあ、その中で我々を何か選んでいただいたきっかけとかっていうのがもしあればですね、教えていただいてもよろしいでしょうか。YouTube だったりとかインスタで集客できるっていう風な、はい、のをちょっと聞いたので、いろいろ調べて、うん、いろんな方のセミナーを、実は導入セミナーみたいなのを何件か受けさせてもらったんですけれども、そうなんですね、うん、その中で北野さんのセミナーの内容がすごく、なんだろう、私の中では分かりやすかった。あー、なるほどですね。じゃああんまりなんか難しそうっていうよりは、なんか自分にもできそうだなっていう。自分にもできそうっていうのと、うんうんうん、あと、まあ、なんだろう、上村さんとお話ししたときに、うちのアカデミーの副代表の上村ですね。はい。はい、特になんかすごく親切に、いろんなこと聞いても、いろんなことをこんなこと聞いてもいいのかなっていうことも親切に教えてくれたので、うんうん、なんか、よくあるじゃないですか、こっから先は有料ですみたいな。はい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 、まあ、よくありますよね。うんうん、そこはもう入ってもらわなきゃ答えられませんとかではなくって、うんうん、本当に親切に教えてくださって、うん、信頼できるなと思って。そうだったんですね、うん、ありがとうございます。かしこまりました。では、次に、まあ、早速なんですけども、まあ、どれぐらいの、まあ、実績が出ましたかっていうちょっとご質問なんですけども、今現状で、まあ、集客面と、まあ、インスタのフォロワー数とか、あと LINE アットの、お友達の数とか売り上げというところを順番に聞いていきたいと思うんですが、今インスタのフォロワー数はどれぐらいですかね、トータル。フォロワーは2415、うん、2415フォロワーと、うん、だ別に決して別に10万フォロワーとか5万フォロワー、1万フォロワーいるかっていったら別にそうではないと。そうでもないんですよ、うん、そうではないけど、まあ、2400フォロワーぐらい、今いて、 LINE アット今どんな感じですかね。 LINE アットは今、240とか240人と、うん、あ、なるほどですね。うんうんうん、素晴らしい。大体1ヶ月ベースで、まあ、大体、まあ、30人か50人ぐらいって振り幅がちゃんと安定してくれてるって感じですね。はい、最低でも30人は、うんうん、今でもずっとコンスタントにあります。素晴らしいですね。リスト以上。うん、売り上げっていうところで言うとどういう感じですかね。売り上げはそのインスタブランディング集客っていうのを毎回何期生何期生ってやってるんですけど、うんうん、1期6人で180万を売り上げる、毎回毎回みたいな。なるほどですね。今3期です。30万円がまあ6件で180万と。の売り上げと。で、商品単価としてはもう30万円の、これはコンサルっていう形の商品ですかね、パッケージとしては。インスタで集客する、うん、例えばインスタのダウンロードの仕方から、うんうん、LINE アットの登録の仕方、投稿の仕方とかも全部を動画のコンテンツにして、うんうん、それを30万で、あ、まあ、導入してもらう。動画コンテンツと。
はい、うんうん、かしこまりました。30万で結構ね、30万円この動画見てる方も結構やや高単価だなと思われた方もいらっしゃると思うんですけど、実際このゆかこさんがこれを販売するまでの大まかななんかフローとかって、もし差し支えなければ教えていただいても大丈夫ですかね。大まかなあの歩みですか。歩みですね。まずインスタから LINE アットで、そこから例えばじゃセミナーで販売してるのか、もしくはそれ以外のやり方でやってるのかとか。インスタで LINE アットにリストを落として、はい、それから、うんうん、セミナーですね、無料のセミナーをして、うんうん、インスタラインアットからのセミナーで、このセミナーっていうのはリアルでやられてる感じですかね。ズームです。あ、なるほど。もうリアルでやるよりも、もう自宅にいながらできるオンラインのズームセミナーをやられていらっしゃるということですね。はい、うんうんうん、そのセミナーもラインアットと、まあ、インスタでもそうだし、フェイスブックも使ってやってます。あ、なるほどなるほど。じゃあインスタ以外にもフェイスブックとか各種 SNS、 メルマガ、まあ、でもほとんど LINE アットからメルマガに登録してもらって。なるほどなるほど。LINE アットからまずメルマガに登録してもらって、うん、セミナー告知をしていく感じですかね。セミナーを受ける人をメルマガに集めるみたいな。あ、なるほどなるほど。 LINE アットで一回リストに落としておいて、そこからセミナーに興味ある人だけ専用のメルマガに登録してもらうと。そうなんです。あ、なるほどですね。うん、LINE アットで無料セミナーをやったりもしたんですけど、うんうんうん、それだと本当に興味のある人じゃない人も入ってきちゃって、うんうん、売り上げにつながらなかったんですよ。あ、なるほどですね。うん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 、本当に興味のある人って、私の木って6人しか受け付けないので、少数制でみたいなね。ちょっとなんかこう、うん、なるほど。じゃあもうインスタから LINE アットで、でそこから、まあ、当然ね LINE アットからも今すぐ参加したいよって方は、そこからまあ、メルマガを経由して、はい、じゃあオンラインセミナーに参加をして、でそこからまあ制約と。はい、いうような、まあ、流れをたどっていらっしゃると、はい、いう感じですね。これはなんかあれですかね、リアルでのお茶会だったりとか、リアルでの対面の営業とかっていうことはせずに、もうほぼ自宅にいながら、もう自宅から出ることなく、うん、マーケティングがもう自宅で完結していると。そうですね。まあ、Zoom を使うことによってね、地域に絞らずに日本全国のお客様をね対象にして、商品をですね、まあ、興味ある方に手を挙げていただけるっていう、まあ、流れを作ることができているっていうところですね。困りました。次に、まあ、その実際に集客面において、まあ、ゆかこさんがなんか成功できた秘訣とかについていろいろ聞いていきたいなと思うんですけども、はい、今ですね、ちょっとこちらの画面に、こちらゆかこさんのですね、インスタグラムの画面がこちらに今出てるんですが、こちらのアカウントですね。で何か、まあ、インスタグラムの投稿でゆかこさん自身が気をつけている点だったりとか、まあ、何か LINE アットに集客するときに気をつけていることとかがもしあればですね、教えていただいてもよろしいでしょうか。北野さんが教えてくださってるように、世界観と統一感をこう意識していることが一番、うんうん、あと世界観と統一感、文字の大きさ、そして文字の大きさ携帯で見てもパッと見た時に分かりやすい、うん、く、うん、大きくするみたいな。あ、なるほどですね。このタイトルの大きさですね、文字の、うん、はい、これがやっぱり小さいと、まあね、お客さんって基本的にインスタグラムスマホで見ますから、文字が小さいとタイトル小さいだけで、はい、どれだけいいタイトルを考えたとしても見られないっていうことになってしまうんですよね。うん、やっぱり文字は大きめされていらっしゃると。そうですね。で、世界観と統一感っていうのを意識してやっている。うん、うん、実際やっぱ世界観とか統一感っていう意味で言うと、ゆかこさんの場合は写真と文字、写真と文字で結構タイル状に統一感をして、これがゆかこさん自身の世界観にもなってるし、で背景の色っていうのはちょっと薄ピンクを背景にすることによって、ゆかこさんのブランディングイメージの一つとして結構色ってね重要だったりするんですけど、それで統一感を出していると。うん、いうところですかね。なんか LINE アットの配信とかでも気をつけてる点とかってあったりされますか？ LINE アット、はい、今度はなんか LINE アットの日々の配信とかメールマガとかで、ゆかこさん自身がなんか気をつけていらっしゃることとかももしあれば教えていただきたいなと思うんですが。
LINE アットは、はい、あの毎日は実は全然配信してなくって、うんうんうん、ブログを上げて、はい、あのブログを、うんうん、に誘導するというか、ブログ上げましたよとか、うんうん、あと日々のこんなことありましたみたいな、ちょっとプライベートも少しだけ入れながらとか。あ、なるほどね、プライベートの配信。うん、あと私子育てもしているので、子育てネタを少し LINE アットでは。ああ、それすごいいいですよね。なんか、あ、ゆかこさんって例えば中には、まあ、僕は最初ゆかこさん見た時はすごい優しそうな方だなと思ったんですけども、逆に僕の LINE アットの読者さんって僕のこと結構怖い人だって勝手に思ってる人がたまにいるんですよね。でもそれが例えば僕のプライベートの話を見た時に、あ、シュイさんって意外と優しそうな一面もあるんですねってメッセージが来たりとか、だからゆかこさんも例えば、あ、こんな一面がゆかこさんにあるんだなっていうのがプライベートの話にすごい伝わるっていう、すごい効果的ですよね。うん、ブログに誘導、プライベートの話、犬飼ってるので犬とか載せたりとか、はいはいはい、まあインスタではあんまりそういうね、はい、インとか載せてないので、なんかそういうちょっとしたプライベートみたいな、プチプライベート、うん、まあ、でもそれが発信していくことによって実際ゆかこさんっていうそのキャラっていうものが、まあ、しっかりとお客さんに認知されていくということになるので、まあ、そのプライベートの発信ってやっぱりね、ファン化をしていくためにもすごい重要なねポイントの一つでもあるので、ぜひこの動画ね見てる方もぜひ参考にしてみていただきたいと思います。はい、では、次にですね、我々のアカデミーに入る前とそして後での、まあ、心理面的な変化、そして、まあ、ビジネス面での変化っていうのをですね、ちょっと聞いていきたいなと思うんですが、まずなんか心理面的な変化とかプライベート面的な変化でスクール入る前と後で変わったことってありますか？うん、ビジネスとプライベートを分けるみたいな、うん、はいはいはい、なんかそのプライベートをばっかり昔は載せてたことが、うん、なんかすごく自分を分かってもらえるみたいな感じでやってて、うん、ビジネスのことって後からついてくるって思ってたんですよ。あ、なるほどなるほど。じゃあ本当にプライベートが充実してたらお金も後からついてくるみたいな。でもきちんとビジネスを出していくってなった時に、うん、あの自分がやってきたことだったりを言葉にしたりとかコンテンツにするのって結構勇気がいったりとか、うん、なんかこれって自分やってきてるんだけど合ってるとか合ってないとかジャッジされるんじゃないかとか、うん、なんかそういうのがすごく怖くてやってなかった、できてなかったのかなと思って。なるほどですね。じゃあ、まあ、ちょっと、まあ、逃げという言い方が普通なのか分からないですけど、まあ、一歩踏み出すのが怖かったと。そうですね、インスタとかやっぱフェイスブックは特にもうビジネスに関しては一切のけてなかったって。ああ、なるほどですね。だから日々の投稿とかもプライベートの発信ばっかりになってしまってたと、はい、うんうん、いうとこですね。でそれから我々のアカデミー入っていただいた後で、まあ、そういうちゃんとした例えばビジネス面でのお役割情報とか、まあ、お客さんが求めてる情報っていう、はい、まあ、そういう情報発信をすることによって、まあ、実際情報発信最初するときって初めてことなんで不安もいっぱいあったと思うんですけど、やってみてどうでした実際？やってみて、あ、本当はプライベートじゃなくてこうやってきちんと、なんだろう、価値のある情報を伝えたかったのに、うん、伝えたかったから、なんかすごく毎日が楽しかったというか、あ、価値ある情報をお客さんに届けることができることが、はい、すごい自分自身の心の充実度にもつながったと、うん、はい、あ、なるほどですね、うん、心の充実、やっぱやりがいってすごい大事ですよね、ビジネス、ね、直接に続けていくにあたって素晴らしいですね。仕込まれました。なんかその他に何か変化とかってありますかね？あとは、うん、やっぱりなんだろう、コンスタントにやっていくっていう癖づけみたいな習慣、うん、少しなんかこういつもだったらなんかブログも書いたら3ヶ月休むとか、うん、なんかどうせ集客できないみたいななんかのとかあったりしてたんだけど、どうせ集客できない、頑張ってもどうせ集客できないんでしょ、うん、っていう、そうそうそう、うん、自分のビジネススタイルがやっぱり今
一番紹介が多かったので、あんまりこの SNS に頼ってなかったっていうか、で SNS ちょこっとやっては別にそんな結果なんか出ないし、みたいな感じだったんだけど、ちゃんとやっていけば、あのやっぱコツコツって大事だな、あの積み上がっていくものが SNS って見えるじゃないですか。もう特にインスタの投稿とかそうですよね。もう3投稿しかしてなかったら3投稿しか残ってないし、そう、うん、でもなんかこの積み上がっていくことって自分の中の自信にもつながるし、相手の信頼にもつながるし、っていうことが SNS とかインスタはできるなって、なんかすごくコツコツって大事だなって思いました。大事ですよね。めっちゃ大事ですよ。なるほど。じゃあ今までは、例えば今でこそね、月30人とか50人とか毎月安定して集客できていらっしゃると思うんですけども、うちのスクール入る前とかって集客面でいうとどれぐらい月に集められていた感じですかね。全然、要は紹介、はい、なんで本当に1人とか、あ、なるほど、2人とか、あのコンサルっていうよりも、あのもちろんコンサルもしてるんですけど、うん、商品の代理店をしているので、その商品の紹介でコンサルをするみたいな。あ、なるほどなるほど。そういう感じだったんで、なんか商品ありきみたいな。それに今依存していたっていう、ね。そうですね。それが結果、いわゆるネットを使って新規集客っていうところを安定化させることが、そのアカデミーに入ってからはできるようになったっていうところが変化の一つとしてあるって感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次にですね、初めてあの僕自身北野のことを見た時のなんか第一印象、まあ、これぶっちゃけで構わないんですけども、なんかあれば。はい、いや、若いなあ。若いな若いな。なるほど。若いなーっていう感じですかね。それだけですか。若くてしっかりして頭がいい人だなと思いました。あ、なんかそう言っていただけると。あ、そうなんですね。最初なんかあれですか、僕の YouTube とかを見ていただいてっていう。そうですね、あの年齢ってまだ20代ですか。これは20代ですね。ですよね。それを聞いたんですよ、この間、はい、北野さんってまだ20前半なんだよって。そんな噂が、はい、そうですね、聞いて、はい、嘘じゃ、嘘でしょみたいな。今年で25になりますね。嘘でしょと。なるほど。嘘でしょと思いました。なんかほら、あの喋り方もしっかりしてますし、言ってることもやっぱりしっかりしてますし、あの見た目は若いけど実はあの30ちょっと手前ぐらいかなとか、30前後かなって。あ、前後かなみたいな。前後かなみたいな。でも実は20代仲間だったっていう。そう、びっくりしました。ああ、なるほどですね。どんな人生経験をしてきたらそうなるんだみたいな。ああ、そういうふうにあの思ってくださったんですね。はい、面白いですね。これ毎回実績者の声でやっぱりアカデミー生産取るとなんか本当にいろんなね、あの答えとか返ってくるんですけど、面白いですね。なるほど。まあ、なんかすごいなんかいい感じであの褒めていただいて、これ本当に打ち合わせとか一切してないんで。ありがとうございます。はい、じゃあ、そうですね、最後にちょっと最後に2問だけ質問していきたいと思うんですけど、まあ、ゆかこさん自身が我々のアカデミーに入る前の当時の自分自身に何か今の自分から一言言葉を投げかけてあげるとしたら、まあ、どんな言葉をですね投げかけてあげたいと思いますか。ああ、そうですね、積み重ねって大事だよっていう、コツコツ頑張りなさいみたいな。積み重ねが大事、まあ、習慣化。習慣化、コツコツやりなさいみたいな。ありがとうございます。じゃあ最後に、この動画をですね見てくださっている方、まあ、今すでにビジネスを始めていらっしゃる方だったりとか、まあ、これからね起業していきたいという方もたくさんいらっしゃると思うんですが、そういった方々に対して何か、皆さんに対して一言ですね、あれば最後にいただきたいと思うんですけれども、むやみに、はい、本当にビジネス活用するとしたら、やっぱりむやみに、投稿するより、戦略を持って
投稿していくことを覚える、そして、まあ、インスタの特性っていうかを北野さんから教えてもらうと、どうやってインスタを活用してビジネスで活用していくかっていうのがすごく分かりやすく、そう、本当にすごく難しいことかなと思ったんですけど、すごく簡単で当たり前のことだったなっていう、それができてなかったから、本質はすごいシンプルである。そう、本当は実はすごくシンプルなんだなんですってことを言いたいですけど、ね、あ、なるほどですね。複雑にしちゃってるのかなみたいな、難しそうに見えるけど、それは実は思い込みで、本質はすごいシンプルだと、本質はすごくシンプルだから、こうアカデミーに入ってよかったのは、すごく自分がシンプルになれたことがすごく良かったので、多分みんな多くがすごく複雑に考えて、いろんなものがごちゃごちゃ頭の中してるんじゃないかなと思ってます。ことですね。だからもうシンプルに考えろと、もうシンプルがベストだと、はい、いうことですね。ありがとうございます。で今回ですね、動画にご出演いただいたこちらの武井由香子さんなんですけれども、由香子さんもですね、LINE アットすごいね配信が上手ですので、で今だけですね、このゆかこさんもですね、LINE アット、まあ、下の方の概要欄からお友達になっていただくと、まあ、プレゼントがいただけると、はい、いうことなんですが、今、ゆかこさんですね、LINE アットに登録すると、どういったプレゼントがいただけるんでしょうか。インスタブランディング集客マニュアルって言って、10のマニュアル動画のコンテンツをプレゼントしています。インスタブランディングシートマニュアル、こちらを、まあ、無料で今だけプレゼントいただけると、はいはい、いうことですので、はい、ぜひ、ね、下の方の概要欄から、武井由香子さんの、ね、LINE とも貼っておきますので、ぜひ、ね、そちらからお友達になってみてください。はい、ではね、この動画少しでも勉強になったよという方はね、ぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もね、よろしくお願いいたします。はい、ということで由香子さん、本日はお時間いただきありがとうございました。ありがとうございます。はい。